社代表取締役荒井翔一よりタイトルマッチ宣言です。宣言、ただいまに行われる工藤めぐみ引退試合女子ノーロープ有刺鉄線電流爆破バリケードダブルヘルデスマッチは、選手権者シャーク土屋、挑戦者工藤めぐみとする WWE 世界女子選手権およびインデペンデントワールド世界女子選手権試合であることをここに宣言する。平成9年4月29日フロンティアマーシャルアーツレスリング株式会社代表取締役荒井翔一。こういう細かいことですもん、やっぱこの待ってる間っていうのは、すごい、このリングの設定っていうんですか、はい、やっぱり普段と違うんで、その室の中に入ったっていう雰囲気、はい、それだけでもやっぱり普段と違うなっていうのがもう実感ですね。なるほど。僕もやっぱし何回か、まあ、男子の方でですね、はい、こういう試合の形式を、まあ、レフリーとしてやってるんで、さほど緊張っていうかそういうのはないかなと思ってたんですけど、はい、やっぱ実際に2人がですねリングに上がった時にですね、はい、まあ、正直な話ちょっとやばいなっていう、うん、はい、どうしても頭の中に、去年の汐留ですか、はい、まあ、ポーゴさんとテリーがやった試合、はい、でその後、まあ、6人タッグで、まあ、金村と田中たちがやった試合っていう2試合がですね、はい、必ずしも本当にそういう、まあ、綺麗な形で終わったっていうよりも ね、 どっちかっていうよりも選手が怪我してですね、はい、まあ、はっきり言ってとても良くない試合の終わり方をしてるんでですね、はい、まあ、男子だから女子だからってやっぱ差別はしちゃいけないと思うんですけども、はい、もしなんでここまでやるのかなっていうのをですね、また同時にもし何かあった時はどうすればいいんだろうなっていうのは頭の中でずっと考えてましたね。まあ、もちろん無事に終わるとは思ってなかったんですけれども、はい、二人とも本当に無事にですね、はい、終わってほしいなっていうのが、まあ、試合始まる前の正直言った感想でしたね。やっぱりこう戦ってる選手だけじゃなくて、はい、やっぱりこうレフリーセコンド、はい、みんなのそういう、こう緊張感っていうのがひしと伝わってきますよね、こういう試合っていうのは。そうですね、はい、もしここで本当大怪我とかしてしまえばね、女子だから危険だっていう、はい、またそういった偏見な目でも見られると思うんですよね。そうですね。そしたらやっぱり振り出しにまた戻っちゃいますからね、はい、まあ、このある種女子でも本当にデスマッチ、ヒューマニズムのあるデスマッチですか、はい、それを見せられるっていうことで、まあ、工藤さんにしても豊さんにしても誰も女子が踏み入れなかったこの電流爆破っていうのに、まあ、足を踏み入れたわけですからね、はい、そういうプレッシャーっていうのもありましたもん。ありますね、やっぱり。だから、まあ、よく言われてますけども、対戦相手は土屋だけじゃなくて、はい、やっぱりそういうものの方がとてつもなく大きいんじゃないかなっていうのは思いますね。やっぱ他団体の女子、もちろん見に来てるお客さん、はい、もちろんマスコミに対しても含めて、はい、実際にその相手の土屋の方はどうでしたかね。そうですね、まあ、よく土屋がちょうど工藤さんが引退発表するっていう発言をしてからですね、はい、まあ、しきりまあ女子プロ界の流れを変えると、はい、ある種女子プロ界を破壊するっていう言葉を使ってたんですけども、はい、この破壊っていうのはある意味では工藤さんたちがやろうとしていることをも破壊しようとしたっていうのはあると思うんですよね。ありますね。正直言ってまあ敵なんですけども、はい、土屋がこう今までやってきたってことは異質ではあるんですけども、女子プロの枠を超えて本当プロレス界を変えるだけの勢いっていうのは確かにありましたね、はい、まあ、土屋の言ってた中では、はやぶさや田中をも出し抜いて自分たちがメインを取ると、うん、ただ土屋としてはこれは多分、まあ、有刺鉄線は経験してるんですけども、
爆破初体験だったんですけども、はい、まあ、戦った感触として、はい、そういった意味での気負いっていうのはありましたかね、土屋の方には。やっぱり多少はあったんじゃないですか。ただやっぱりこう試合が進むにつれて、いつもの自分のペースっていうものを握っていったとは思うんですけども、はい、やっぱりこう重圧っていうのはいろんな意味で大きかったと思いますね、はい。まあ、恋こぼう一つにとってもそうなんですけどもね、非常にもう緊張感あふれる試合の展開なんですけども、もしまあ有刺鉄線、まあ、電撃爆破の中で戦う中で何かやっぱ考えながら戦うってことを考えてるってことはありますかね。やっぱり一番は距離感ですね、はい、試合通してやっぱり距離感っていうこういうものが一番、はい、気をつけて頭に入れてることなんですけども、はい、これが一発目の爆破ですよね、はい。前回川崎球場でやった時と違って、はい、室内でやりましたよね、はい、横浜アリーナ、はい、爆音っていうのはやっぱしこもってる分だけかなり大きく聞こえたんですけども、はい、私自身もダメージ大きかったですね、一発目にして、はい、もう足の裏がすぐ焦げたのが分かりました。痛めていた今脇腹を、ね、はい、狙ってきてるんですけど、まあ、これは勝負の鉄則ですよね、はい。土屋も本当にこれは思ったんですけども、最後までやっぱ勝ちにこだわってるなっていうのが、もう一度ここで対戦相手のまあ、シャーク土屋に対してのちょっと、まあ、ことをいろいろ聞きたいんですけども、はい、やっぱし工藤めぐみの戦ってきた歴史の中では、はい、かなり大きなウエイトを占める。そうですね、やっぱり外すことができない相手だと思います。特に新生になってからは、はい、まあ、一つの土屋が持ってきた有刺鉄線っていうものから、はい、ここまで、まあ、女子っていうものが変わってきたんで、はい、一つのキーワードですよね、有刺鉄線っていうのは本当に、はい、だからやっぱりそれがあって、まあ、ここまで来たなっていうのがあるんで外せないですね、土屋っていうのは。まあ、正直な話、この有刺鉄線やるにあたって、はい、まあ、会社はもちろんですけどね、まあ、男子の選手もやっぱかなり反発っていうのは、はい、多分工藤さん自身も感じていたと思うんですけども、はい、でもそれでもやはりやらなきゃいけなかった。そうですね、ちょうどまあ、新生 FMW になって最初のシリーズですか、はい、土屋が有刺鉄線を持ち込んだのは、ね、はい、あの時を考えるとここまで過激になるとは思いも及ばなかったですね、うん。で今度周りの方が、まあ、1回目有刺鉄線やって、はい、また2回目やって、まあ、やることによって過激になっていくんですけども、はい、なぜか止められないんですよね。うん、でもやっぱそれはその中に戦いの中に、まあ、大西さんが何回も言うようなやっぱヒューマニズムというのは確実にあったと思うんですよ、はい。もしなければそれこそ一番最初に有刺鉄線やってた時点で終わってたんじゃないかなという気はするんですけどね、はいはい。もちろんこういったもう本当に保護さん的な動きを次から次へと、まあ、仕掛けていってるわけですけれども、はい、そして刃物というものを直に、まあ、こうやってやられてるわけですけども、はい、そのもの自体でもやっぱり恐怖心ってのありますよね。ありますね、やっぱりそのものを見ただけで、はい、恐怖心って一気に湧き上がってきますし、はい、その
まあ、前回その前にも痛められ、はい、つけられてる痛さっていうの分かってますから、はい、やっぱり強烈ですね、うん、でもそういうものを全て受けていて、さらにねその中でプロレスというものを見せなきゃいけないっていうのは、これなかなか本当分かってくれないんですよね。そうですね、はい、うん、それをまあ分からせるための戦い、うん、意外だったんですよこれね、うん、工藤さんはこうやって鎌を持った、もちろんやはり瞬間の迷いっていうのはやっぱあったわけですかね、持ったとしても。うん、そうですね、あると思いますね、はい、やっぱりどこかでこう自分がこうなんていうのかな、一つのこう一線として使っていいもの、はい、いけないものっていう迷いがあると思いますね、はい、聞いてこの時で半分ぐらい意識なかったですよね。そうですね、はい、僕もとりあえずあの、まあ、目とあと指先の動き見てたんですよね、はい、指先の方から人間痺れてくるらしいんでですね、はい、この時のスリーパーも、まあ、知性自身は多分本気で締め上げるつもりで、うん、今結構ガッチリ入ってましたから、はい、聞こえましたこのプローコールというのは、うん、あのね、自分の意識が遠くなっていくんですけども、はい、その声っていうのはかすかに遠くの方で聞こえてきたっていうのは覚えてます、はい、でもここでツヤがまあこうスリーパーホールドというね、プロレスの技で攻めてきたことに対してはやはりツヤ自身も最終的にはそのやっぱプロレス好きでやってるわけですからね、はいはい、その狂気だけに限らずやっぱこういうプロレスの技で来たわけですけれども、まあ、実際にこの土屋のプロレスの力量っていうんですか、はい、まあ、どうしてもやっぱ狂気攻撃とかがクローズアップされると思うんですけども、はい、うん、でもまあ技を見れば、はい、まあ、パワーボム、はい、バックドロップ、はい、これは本当にもう女子プロの中でも群を抜いてると思いますね、はい、使い手としては強烈ですね。ここでまあ土屋の方がバリケードの上に落ちたわけですけども、やっぱし起き上がってくるなとか、でも土屋なら起き上がってくるんじゃないかっていうのは、うん、でも逆に起き上がってこいですね、はい、これは気持ち的には。あとまあ一つ、まあ今までいろんなまあ選手が引退してた中でですね、はい、どうしてもやっぱしその自分のプロレス生活最後っていうことになればですね、はい、やっぱり今まで本当に同期の選手だったりとか、はい、あの、うん、手の合う選手とかとですね、はい、やってですね、まあ終わっていきたいっていうのが本望じゃないかなと思うんですけども、うん、どうしてもなぜ土屋戦なのか、なぜデスマッチなのかっていうのはですね、はい、もう一回ファンの皆さんにですね、聞いてもらいたいところなんですけども、やっぱりどうやって終わることが自分にとっての完全燃焼かっていうことだと思うんですね、はい、その時にやっぱり最後まで自分のプロレスを貫き通すっていうことが、はい、私にとっての完全燃焼ですし、やっぱりあのデスマッチ、それと戦ってきた部分ってすごく多くあると思うんですね。特にうちの団体っていうのは、はい、その偏見のメダリーなんだりって、はい、でも私はそのデスマッチを通してプロレスの凄さっていうものを再確認しましたし、はい、うん、それをやることによって自分自身のプロレスって幅がすごく出てきたと思うんで、はい、それをね最後に胸を張って自分の最後の試合にしたいなって思って、まあ、こういう試合、はい、そして最後まで勝負にこだわりたい
ていう意味で土を選ぶ。僕はもう正直この時点でダメだろうと、こういう時の痛みってもう例えようがないですね。僕らは分かんないんですよね、なんで起き上がってくるのかな。やっぱしこれは見てる方もお客さんもそういうのはあると思うんですよね。でもかなり角度が、多分この時点で試合は多分勝利を確信してると思うんですよ、はい、確信しててもやはりどうしても今までの、まあ、工藤さんの試合を見てきてまだ返すかまだ返すかっていうのが何回も経験してきてると思うんで、やはりあえて自分の得意とする技でここは本当に一気に畳みかけてきて、はい、でも完全にやっぱ勝利を狙ってますね。試合的にはこの辺意識っていうのはすごいありました。そうですね、まあやらない、まあ遠のいてはいるんですけども、はい、でもここでね終わってしまうわけにはいかないっていうのは自分の中で思いましたね、はい、僕なんでねこのリングの中に入るのかがわからないとか、はい、理解できないって言われますけども、確かにね言葉で伝えるのは難しいんですけど、でもやっぱりそれだけのものが、守るべきものが本当にそのリングの中にあるっていうことをね、私は見つけられただけでも、はい、本当にもう BMW としてやってきて本当に良かったなって思いますし、はい、それだけのものがこのリングの中にはあるんだなって思いますね、はい、まあ、マスコミの人とかでね、はい、声を聞くとですね、試合どうでしたかって話してた時にとっても切なかったよって言ってたんですよ、はい、その切ないっていうのの意味がですね、まあちょっと未だに僕はですねちょっとなかなか理解ができなくてですね、多分気持ち的には多分同じなんでしょうね、はい、どう表したらいいのか分からないっていうのがですね、正直な話なんですよ、こればっかしは、はい、もちろん工藤さん自身が選んでやった試合なんですけども、実はですねこの時のことなんですけども、はい、試合止めるつもりでいたんですよ、はい、この時点ではもういいだろう、でもやっぱ工藤さんの目がですねそうさせないんですよね、なんで返すんだろうって、多分こっからですね僕もおぼろげなんですよね、はい、なんで返すんだろうって、このパワーボムにしても今のファイヤー攻撃にしても、まあ人間っていうのは不思議な力っていうんですかね、そういうのがあるのかなと思って、そうですね、本当にもう一生のうち何度出るかわからない、はい、数回のその力が多分一回ここなんでしょうね、私にしたら、はい、そうなんですね、ここでもうここは最後のフィニッシュシーンなんですけど、もうここは言葉はいらないですね。今このスリーカウント入って、はい、一番最初に思ったことは何でしょうか。のプロレスがこれで終わってしまったっていう、やっぱり寂しい気持ちが湧き上がってきました、ね、電源を切ってください。それが正直な気持ちですかね。そうですね、
最後にですね、はい、まず残された妹3人、はい、中山、理恵、池田に一言ずつと、あと最後まで工藤めぐみを応援してくれたファンの皆様にメッセージを残してもらいたいです。はい、妹3人たちもですね、本当にプロレスっていうものをやっぱりこの先厳しいとは思うんですけど、伸び伸び頑張ってほしいと思います。そして、ファンの皆様にですね、今まで本当に、どうもありがとうございました。私も、皆さんからいただいた声援っていうものは私自身の勇気に変えてリングの上に出してきたつもりです。これからも今まで学んできたことを生かして今後も頑張っていきたいと思います。そして最後にもう一つ大事なことを聞き忘れてました。はい、工藤めぐみにとってプロレスとは何だったんでしょうか。私にとってのプロレスは喜びであり苦しみであり私の生きがいでした。
プロレスを通していろんなことを学びました。プロレスを通していろんな人たちに会いました。今まで本当にありがとうございました。